初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。別に良くない、タバコ吸いに行ってっていう。あ、そっち派。これむずいっすね。やらないことやってんだったら別にやってよくないみたいな。だってお茶汲みに行く時間と一緒じゃん。はい、ということで、視聴者からのお悩み相談に答えていくという企画をさせていただいております。今日は男性からのお悩みの投稿が届いているということなんで、慎太郎くんお願いいたします。はい、はい、今回お悩みをいただいたのは20代男性、不動産営業の方からです。タバコ休憩は不公平じゃないですか。私は非喫煙者ですが、同期の社員は頻繁にタバコ休憩に行っており、毎回不公平だと感じています。会社の規定でお昼休憩は1時間前と決まっているのですが、喫煙者たちはお昼の1時間プラスタバコ休憩を取っています。なぜかタバコ休憩は暗黙の了解で許容されていることが許されません。勤務中のタバコは禁止にするべきではないでしょうか。まあね、これは私言わせてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。申し訳ないですけど、先生どうぞお願いします。なぜ別に良くないタバコ吸いに行ってっていう。あ、そっち派。これむずいっすね。なんかその中で今日のその自分がやらないといけない仕事が終わらないとかやれてないとかがあれば良くないと思うよ。やらないことやってんだったら別にやって良くないみたいな。だってお茶汲みに行く時間と一緒じゃん。一日に例えば定められてんのよ、うん、何分有給っていうのが会社って、うん、そうよね、多分何時間労働の20分有給とかさ、そんな感じになってるでしょ。場所によるからね。そう、トータルの休憩時間がタバコ吸ってない人と同じ休憩の間に取ってるんやったら良くないって思う。あ、いいでしょ。そう、そけどプラスでってこと、伸びてプラスで勝手にタバコの人だけ休憩時間が結果的に長いってなると、それあかんよなっていう話よね。まあ、喫煙者からしたら別に5分10分ぐらい毎回ね、2時間に1回ぐらい行こうが別にあんま変わらなくないっていう考えじゃないですかね。多分でもバレてるだけ。正直言うだと、休憩したやつなんて別にトイレ行きますってバカみたいに椅子に座って休憩してるでしょ。そうよ、たまに長い人とかいたもん昔。タバコを禁止にすべきとは思わへんけど、多分こういうのって構造に問題あるよな。平等なルール作りさえしとけば別に休憩時間もどのように使おうが人の自由なので、その休憩時間も私は喫煙に使いました、私はコーヒー飲む時間に使いましたっていうだけの話やから。でもそこに昼休憩ならさ、多分タイムカードみたいなのがあるけどさ、うん、間の休憩みたいなのないじゃん。例えばじゃあトイレとかさ、うん、飲み物買ってきますとかさ、そういう人もいるわけで、飲み物がさ車内にある場合とさ、コンビニまで行く会社もあるしさ、どこからがどんだけをもらってるんだっていう、そういうツールがあるのよ、パソコンとかで。休憩に行った時間を秒単位で数えてくれる、ツール、そういうのを会社でも取り入れるからいいんだよ。休憩行ってきますって、トイレでも何でもいいから、うん、毎回行くたんびにその休憩時間カウントみたいなツールにを休憩時間に切り替えて、うん、明らかに人より長くなってるっていう人がいたらやっぱ注意を受けるべきだよね、うん、みんなはこのぐらいの休憩でちょっと伸びてもこのぐらいやけど、あなただけ異常に多いわよって注意されるっていう。だから休憩内だったら別に私何本吸おうが何行こうがいいと思う、うん、だからそれで別に仕事の効率上がるならいいじゃん、うん、すごいさタバコ吸えなくてイライラしながらさ、仕事にもなんかこう手に入らないみたいになるぐらいだとさっさと吸ってきてと思うし、うん、でも1時間で決まってるんだったら他のさ何日間に行くのはちょっと私はないんじゃないと思うけど、で1時間も1時間取らなければいい話でしょ。その分けれるシステムだったら取ってプラスタバコだからいいんじゃないっていう人が多いってことですよ、世の中は。まあ、昔の会社がその辺うまく管理してないから、もうトイレ行きますも自由やし、タバコ吸いますも自由やから、昔は吸えたもんね。そう、あそこでね、その場で、うん、ああなるほど ね、 だからまあ極端なのよ、もうタバコ禁止にするとかは。例えばちょっとタバコ一本行ってもいいですかって言ったりとかすれば、うん、自分も行き過ぎだなっていうのもあると思うし、うんうん、あいつちょっと行き過ぎじゃねえかっていうのもあるしさ、うん、それ言うのは前提よ。まあ今日仕事をしっかりやってくれてあんまり気にならないですかね、そんなに、うん、私も気にならないだろ。だってそれ終わらせやさ、別にその人たちだって一息つくじゃん。その座らない人 も、 でもでたまにちょっとこうふーってこう、うん、2、3分こうやって座ってボーッするかも。でもそれ吸ってる人もやっとやろ。ああそうか、そういうことか。でも業界によりそう終わったら吸えるとかだといいけど、接客業とかだったらもうその時間
外だから。接客業の場合はどちらかというと、例えばその接客によるけど、タバコ禁止にしてもいいと思ってて、例えばじゃあ服売る仕事がタバコ吸った時にタバコの匂いがついちゃうとか、うん、そういう理由があるんだったらタバコ禁止の方がいいと思う、うん、どちらかというと。でもタバコの匂いが本当に嫌いな人っているから、そうなるとオフィスの仕事とかでもちょっとでもね、本人とか匂いに厳しくない人からしたらこんなん全然匂いのないやんって思うかもしれんけど、電子タバコでもそう、電子タバコでもやっぱ気になる人は気になるから、そういう人に迷惑かけてるから禁止にしてほしいとか。タバコでも確かに、ね、吸わなきゃいけないものではないもんね。まあ、できれば吸わない方がいいものなのよ、お金もかかるし。吸ってなかったらイライラするんですか？なんか昼だけとかさ、なんかその時間くくりとかにしたらいいですか？なんか昼だけ、夕方とか。なんかパッチみたいな貼っとったらどうなる？私は別にヘビじゃないの。あ、そっか、うん、私吸わなければ全然吸わないでいい人なんだけど、私はガンガン吸いたい、ね、でも別に吸ってても私は何も思わない。どうぞだったらさっさと行ってさっさと戻ってきてって感じ。ただタンタラタンタラ吸ってる、ね、あれタンタラタンタラ喋り込んで、本気でやってるんだったらあれだけど、ね、もうファーって吸ってファーって戻ってきてなさいって感じ。僕も一緒ですね。吸れタバコをしなければいい、うん、ね、あの吸れタバコしてるとすごいイラッとする、ね、休憩ありきのタバコは嫌だ、ただ入れるっていう行為であればさっさと吸って、ワンのだって2分もかからんでしょ、うんうんうん、めっちゃトイレ行く人は安心しょうがないですよ。お腹が痛めてるのかなとは思うけど、いつもやんって嫌な客が来た時だけトイレ行くやん。あ、それは狙ってるかもしれないとか。そうだから、ね、めっちゃ行く人っていうよりは長い人、長い人いるね。いや絶対終わってるだろう、うん、考えれば考えるだけしてくるんですよね。まあそうっす、まあ、許しないですさ。そうだよね、私は平気だけど、多分一般というかを考えるんだったら良くはないよね。もうね、タバコの人の方が明らかに少ないから、そうね、もう押し切られるよタバコは。削れ、確かに、やっぱ禁止になってくる。昔だって新幹線で座席で吸えたんだからね、タクシーだってね。タクシーもそうだから、飛行機でも吸えましたからね。そうやで、すごい、すごい時代があったから、もう今まだ吸ってるのはほんまに生き残りの中のもう少数派なんだよね。まあでもさ、ちょっと考え変えれない、あれってめちゃくちゃ税金払ってくれてるからさ、吸って寿命を短くして年金とかもらう数も少なくしてくれた上に税金までたくさん払ってくれてるから、なんか自分で自分に罰金を課してるようなさ人なのよタバコ吸う人って。お金払って自分の体いじめてます。そうで、しかもそれが回り回って自分に返ってきてるから、ちょっとなんかあれも罰金タイムだと思ってもらったそうだ罰金支払い中みたいな風に思ったら、うん、言い方もね、ちょっとごめんなさい罰金支払ってきます。そうそう言い方がね、国に金落としてきます。そう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 、はい、なんで、まあ、私はやっぱ最初に言った通り、あのツール導入してトータルの休憩時間平等にすりゃいいだけのことだ。確かにそれいいね、それが一番いいかも、ね、確かに。いかがでしょうか。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。